スカイラブ4号はアメリカ合衆国発の宇宙ステーションであるスカイラブにおける3番目で最後となる有人宇宙飛行である。1973年11月16日3名の宇宙飛行士が登場するサターン・アイビー型ロケットがフロリダ州のケネディ宇宙センターから発射され84日1時間16分で飛行は終了した。 6051時間に及ぶ総活動時間の中で4号の飛行士らは医療、太陽観測、地球資源探査、古法的彗星の観測その他の分野に関連する科学実験を行った。スカイラブの有人飛行には公式にはスカイラブに34号の名称が与えられていたが上層部の連絡ミスにより気象にはスカイラブ I2 3と記されることになった。4号の飛行士は全員が宇宙に行くのはこれが初めてだった。同様の事例は NASA の歴史でこれまでに5回あり、4号はその中で4番目のものである。他にはジェミニ4号、ジェミニ7号、ジェミニ8号、スペースシャトル STS-2 がある。スカイラブ3号の飛行士が置いていったダミー人形のうちの一体。 4号の飛行士が撮影機密扉から廃棄物貯蔵タンクにゴミを投棄しようとしているポーグとカーアポロ搭載望遠鏡で撮影された太陽プロミネンス。1973年12月19日4号はスカイラブ最後の飛行であった。ステーションに到着すると飛行士らは船内に誰か先客がいるのに気づいた。よく見るとそれは前の3号のアランビーン。 ジャック・ルーズマ、オーエン・ギャリオットらが残していった船内服を着た3体の人形で計画の気象や名札までちゃんと身につけていた。飛行士らは全員が宇宙飛行をするのはこれが初めてであったため作業室を起動する際彼らの先輩たちと同じ水準の労働量で行うことは困難だった。任務はまず彼らがポーグの宇宙酔いの初期症状を 医師から隠蔽しようとしたことで出だしからつまずいてしまった。この事実は管制官らが船内の音声の録音をダウンロードしたことで発覚した。飛行士らはまずはじめにこれからの長期間の宇宙滞在で必要となる数千もの機材の積み下ろしや収納から始めなければならなかったがこの作業が膨大なものだった。またステーションの起動手順には 実行すべき多岐にわたる作業を伴う長い労働時間が必要とされ、彼らはすぐに自分たちが疲労し、スケジュールに遅れていることを自覚した。スカイラブの起動作業が進むにつれ、飛行士らはあまりにも過酷な労働を強いられることに不満を述べ始めた。一方で地上の管制官らはこれには同意せず、逆に彼らの労働は時間も量も不十分だと感じていた。 任務が進むにつれ彼らの不満は募り、ある無線会議で頂点に達し、怒りを爆発させることになった。この出来事の後、作業スケジュールは修正され、任務が終了するまでに飛行士らは、発射前に予定されていたものよりも多くの作業を、遂行することができた。飛行士と管制官の間で起こった、この出来事は、その後の有人宇宙飛行で作業スケジュールを、 設定する際の貴重な経験となった。感謝祭の日に、ギブソンとボーグは6時間半に及ぶ、船外活動を実行した。その前半は、太陽観測装置のフィルムを交換することに費やされ、残りの時間で故障したアンテナを修理した。食事に関しては飛行士らにそれほど不満はなかったが、味が、やや薄く、できれば、 もっと調味料を増やしてほしいと報告した。彼らが使用できる塩の量は医学的な観点から制限されており消費される食事の量や種類は厳密な体調管理の下で入念にコントロールされていた。飛行7日目に姿勢制御装置のジャイロスコープに異常が発生し任務が早期に終了してしまいかねなくなる危機に陥った。 スカイラブには3機の大型のジャイロスコープが搭載されていた。機体の制御や操縦はそのうちのどれか2機が機能していれば望み通りのことができるようになっており、3機目は他の2機のうちのどれかが故障した際のバックアップとして作動していた。この故障は潤滑油が不足していたことによるもので、飛行の後期に2番目のジャイロにも同様の問題が発生したが、 特別な温度管理を行い負荷を減らしたことで機能を保ったため、それ以上の問題は発生しなかった。船外活動の際に、遠紫外線電子カメラで撮影された、古法テク彗星の過去画像。1973年12月25日飛行士らは、地球の調査研究に、多くの時間を割いた。カートポーグは、交代で配置につき、観測装置を操作して、 地球表面の特徴から抽出されたものを計測し、写真撮影した。また、太陽の観測も行い、X 線、円紫外線、可視光線などによる、約7万5000枚の太陽の写真を、望遠鏡で新たに撮影した。ギブソンは、任務終了が近づいても、太陽表面の観測を続けていた。百七十四年一月十一日、 太陽表面の活動領域に起点が形成され、急激に明るさを増し成長していった。ギブソンは直ちにこの起点が吹き上がっていく過程の撮影を始めた。この映像は太陽フレアの発生を宇宙から記録した初めてのものとなった。12月13日、飛行士らは太陽観測装置と携帯カメラの照準を合わせ、コホーテク彗星の観測を始めた。 撮影は水星が太陽に接近するまで続けられ、遠紫外線カメラでスペクトルが収集された。12月30日、カート・ギブソンは船外活動をしている際に水星が太陽の背後に隠れたことを確認した。飛行士らはまた軌道上からの地球の撮影も継続した。この時彼らは、 指示では禁止されていたにもかかわらず、エリア51を撮影してしまった。この秘密施設の写真を公開するべきか否かについては、関係書機関の間で、若干の議論が巻き起こった。最終的には、他のすべてのスカイラブに関する NASA の記録写真とともに、発表されたが、数年の間この件について気づかれることはなかった。 4号の飛行士らは地球を1214周し4回にわたる。船外活動の総時間は22時間13分に達した。また84日1時間16分で5550万キロメートルを飛行した。飛行士らは3人とも1960年代半ばにアポロ計画の飛行士として NASA に採用され、ポーグトカーは 飛行が中止になったアポロ19号の乗員候補だった。4号の乗員らはこの後のアポロソユーズテスト計画の飛行士には選ばれず、またスペースシャトル初号機が発射される前に NASA を体感したため、結局誰も再度宇宙に行くことはなかった。科学者の宇宙飛行士として訓練を積んだギブソンはカリフォルニア州ロサンゼルスのエアロスペース社の 主任研究員の科学者として、スカイラブで得られた宇宙空間物理学のデータを解析するため、1974年12月に NASA を体感した。スミソニアン科学博物館に展示されている4号の指令船4号の指令船は、現在はワシントン DC の国立航空宇宙博物館に展示されている。三角形の気象は大きな数字の3と、 飛行士らが遂行した三つの分野の研究を囲む虹が特徴となっている。飛行中、搭乗員らは気象について以下のような説明をした気象の中にある絵は任務中に行われた研究の三つの主要な分野を表している。木は人間の自然環境の象徴であり地球の資源についての研究を発展させる目的のことである。水素原子は 万物の基本的な元素であり、人類の自然界への探求、知識の応用、技術の発展を象徴している。また太陽は主として水素から構成されていることから、水素原子の絵は任務の目的である太陽物理学のことでもある。人間の影は人類と自然環境への敬意によって鍛えられた英知で技術を管理する人間の能力の象徴である。 またスカイラブで行われた人類それ事態についての医療研究のことでもある。聖書の大洪水の物語から採用された虹は人類に課せられた約束の象徴である。この虹は人物とそこから広がって気と水素原子までをも囲み我々の科学的な知識を 人文学的に応用することで技術と自然を調和させるという人類の重要な役割を強調している。気象の他のバージョンの中には任務中に行われた古法的彗星の研究を表すため上部の曲線の中に彗星を描いているものもある。ありがとうございます。